ダンサートーク、ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。よろしくお願いします。新年一発目の動画です。皆さんお元気ですか？ちょっとね、3ヶ月ぶりのアップになってしまいまして、本当すいません。本当すいません。もうね、長いね、視聴者さんはね、ご存知だと思うんですけれども、私、10歳の男の子と4歳のね、娘を育ててる2児の母でございます。子育てを優先しながらですね、インスタグラム、TikTok、Twitter、そしてこちらの YouTube でママダンサーとの対談動画であったりとか、あとオーディション情報であったりとか、ダンス情報を発信、シェアしているダンス好きチャンネルとなっております。投稿日が完全マイペースになってきておりますが、今年2024年までですね、YouTube 続けていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。で、年明けね、1月はね、あれに挑戦しよう、これに挑戦しようなんてね、今すでに挑戦している方もいらっしゃるんじゃないかな、何かに挑戦したいなって思ってる月かと思います。かくいう私もですね、今月すでに ABC マート、普通のね、スニーカーショップで有名な全国展開してる ABC マートさんとですね、中曽根里乃さんですね、少女時代とかジャネット・ジャクソンとかとね、関わってダンスされてたっていうところで有名な中曽根里乃さんとのコラボのテレビ CM、出演ダンサーオーディションがやってたんですけれども、そちらの方に私もね、トライしてきました。まあね、こちらのダンサートークでも、こういうオーディションやってるよっていうのをショート動画の方に、オーディションの詳細っていうかそういうね、こういうオーディションやってるよっていうお知らせは告知させていただいてたと思います。受けた方いるんでしょうか？セアネも受けましたよっていうところでね。はい。で、結果どうだったか。そうですね。落ちてきました。てへっていうところでね。ダメだったんでございます。新年一発目の挑戦。あっさりね、落ちてしまったんですけれどもね。受かった方はおめでとうございます。そして落ちちゃった方、セアネ持ちました。ね。じゃあもう次行きましょう。次のオーディション行きましょうっていうことでね。はいはい、切り替えてやっていきましょう。まあ、そうやってね、結構ね、10代、20代、いろんなオーディションに挑戦して、挑戦してはこう落ちて挑戦しては仕事をつかんでってやっていったタイプのダンサーではありますので、まあ、結果はねどうなるかわからないけどとりあえず挑戦はしてみるといった感じで今ねもう30代になっても、例えば去年までで言ったらね2年連続ディズニーダンサーオーディションですね挑戦してみたりYouTube をね2年前初めて見たり先月12月去年は12月までその2年間自分で初めてこうダンス教室をねこう開いてみたり続けてみたりやったんですけどもまあなかなか成果が出ないよねそうなんですダンス教室はこう毎月ね本当受講者0人みたいな月をもう連続して出してしまったりとかあとはもう YouTube ももう2年以上やってるんですけども全然収益化もできないですしいや正直やばいやみたいなまずくないみたいな大丈夫さやかみたいなねなってると思う、昨年末2023年ちゃんとねちょっとね実はへこんでたんですよねキャラ的に珍しいまあ落ち込んでた、まあ、落ち込んでたと言いますかなんかもう自分はこのまま自力で稼いでいくこともできずもうダンサーとしてもなんか30後半になったらダンサーとして結果も出ず、子供たち、家族を抱えて、はあ、本当のたれ死んでいってしまうというか、悲しいことを言うとね、終わっていってしまうというかね、そういう風になっていってしまうのかな、みたいな、思ってしまったりね、なんかして、そう、ちゃわてつハッピーっていうね、もうその、すみません、カジサクチャンネル好きなんで、トンボさん、が言うよく言うね、超絶ハッピーみたいなそう、ああいうマインドで、大切にしてるね。そういう結構ポジティブな自分からしたら、結構こう珍しく自信をなくしてしまったというか、まあ落ち込んだっていうかちょっと焦ってた。うまくいってない、やばいやばいっていう焦りもあったりとかして、ちょっとね、こう気持ちがシュンとね、なってたりもしたんです。なんかそんな時にね、3ヶ月前の動画にね、コメントがペロンってつきまして、視聴者さんからある長文のコメントがね、入ったんです。なんかさ、コメントが入ることすらもう珍しいチャンネルだったんで、でも言ってる悲しいけど、何これと思ってちょっと見たんですよね。女性の方だと思うんですけどね。はじめましてと、いつも YouTube 拝見しております。もともと、関西の方が大好きなので、さやねの動画が YouTube に、出たら、見て面白いと思っています。でこの動画で、中国ディズニーの、時ですね、上海、香港と2つ挙げられてて嬉しいっていうか、さやねいい人だなと
思います、とありがとうございます。いい人でしょうか。そうなれるように努力しております。はい。そしてですね、私は上海に10年以上在住で、中国人の観点から上海の情報を簡単に紹介したいと思います。中国の方らしいですね。私がね、その時の動画でちらっと香港ディズニーとか海外ディズニーに挑戦してみようかなみたいな夢をこうポロって言ったんですよね。だからそれに対して、あの、中国に住んでるからこういう情報ありますよみたいな感じでね、コメントを打ってくれたんですよね、この方。スマホで見ると4、50行ぐらい、めっちゃ長いでしょ、書いてくれてて、と思って。まあ、例えばこう、食事の物価はこのぐらいなので安いですとか、光熱費とか家賃はだいたいこのぐらいですよ、相場みたいな。でね、あの、もしディズニーのオーディション受かったら、子供と一緒に海外に行かなければいけないっていう話もしたので、治安、子育てするにはどこが治安いいのかなっていう話も、まあ大体この国は結構そういう国際学校があるみたいですみたいなね、情報とかもう本当に細かくそういう情報もね書いてくれてて、まあ最後にね、ここまでの情報をちょっとくらい、役に立てれば嬉しいと思いますみたいな感じでこう書いてくれてて、もう優しくない、何この人って思ったんですよ。知り合いなんかな思って、まあ、知り合いの知り合いとかダンサーつながりの人なんかなって思ったけど、なんかどうやら本当に初めまして、一回も会ったことない、本当ネットだけで私を見つけてくれた方、視聴者さんらしくて、そんな何にも知らない、会ったこともない人が、見ず知らずのなんか母親になってもさ、ディズニーダンサーやりたいですみたいな言ってる、こんなね、なんか頭の中お花畑みたいな、ようわからんネットのね見つけたおかんにさ、貴重な時間をさ使ってさ、コメントを打ってくれたんだと思ってさ、多分結構時間かかってるやん、この長文のコメント。誰かの YouTube 動画に40行以上のコメント打ったことあります？少しでもおさやねんのことを応援できればみたいな気持ちでこうさ、打ってくれたコメントなんて、そんな打ったからって、私にその情報を一提供したからってさ、私から謝礼がもらえるわけでもないのにさ、そのお気持ち、こんな人おるんと思って、私この優しさ、人としてのこの思いやりみたいなのがね、その頑張ってくださいみたいな、こう小さくね、背中を押してくれたんだと思うんですけど、去年のその結構ね落ち込みモードの時の自分の心情もあって、ものすごい刺さって、 YouTube もさ、もういつこうフェードアウトしてもさ、結構おかしくない更新頻度でね、正直もうどうやっていこうかなって、なんかもうダンス教室も結果が出ない、 YouTube も結果が出ない、なんかオーディションもなんか全然結果が出ないとかでさ、こうフラフラどうしようってなってるチャンネルでさ、ネットで見ただけやけど、なんとなくいい人そう、コメントで応援しようかなみたいなんで、応援してね、売ってくれたんだと思うんです。本当に嬉しくて。私、このコメント来た時に、そのメンタルも相まって、結構、もう、めちゃくちゃ泣いてしまって、シンプルにも、嬉しかったです。感動しました、なんか。こんな見ず知らずの人に、こうやって素敵な長文のコメントをくださる人っているんだなっていう、その人間の優しさみたいなところに、普通に嬉しかったです。この方だけじゃなくても、本当にこう、ね、こうダンススタジオで会った時に、さね、YouTube 見てるよとか、こう YouTube の、まあ、結構テーマパークのオーディションの動画とかがね、回ってるのかなと思うんですけど、そういう動画を見て、今年ね、ユニバーサルスタジオのダンサー挑戦してるんです。背中押してくださいみたいなね、こう DM が来たりとかね、そういうのをちょこちょこね、ゼロではなくて、ほんとちょこちょこね、お声掛けいただくんですね。で、やっぱりこう、本当にダンサーさんが大好きで、私、挑戦する人たちを、そうやって応援していきたい、大好きなダンサーさんと話したいっていう、こっちがね、こう、いろいろ、こう、価値提供しないといけないと思うんです。こっちがいろいろやんなきゃいけないのに、そうやってちょっと自信なくなったぐらいで、こう、更新頻度が下がって、ちゃんと綺麗に動画が、頻繁に上げれなくなってて、すいません、では、今日はあかんわ。なんか、全然ちゃんとできてない、少しなんか落ち込んだぐらいで、自分との約束も守れない自分というか、そんなチャンネルなのに、そうやって視聴者さんから
素敵なコメントお声掛け書いていただいて、もう本当にこっちがね心救われた。誰かの背中を押したいとかね、誰かのこう一つヒントになればと思って始めてるのに、もう本当に視聴者の方に、はあ、心救われた瞬間というか、もう本当にこう見ず知らずのね、本当に私に一コメントをくださった方の文章を見て、あ、なんかもう自分の夢を今一度こう大切にしていかなあかんなと視聴者さんに思わせてもらえる本当に素敵な感動したコメントでした。本当良かったです。コツコツ YouTube やってきて、さっきはね、こう毎月ゲストトークもまともに収録できない、フラフラしてるとかね、自分との約束も守れないチャンネルだなんだとかね、後ろ向けな発言もね言ってしまいましたけれども、まあでもやっぱりこの2年間家事育児ダンスとこう続けさせていただく中で、正直ね家事育児でいっぱいいっぱいじゃないですか。世のママたち。ママダンサーも多いと思う。もう家事と育児、子供のことだけで、サポートだけで、本当に無限にやることがある中で、で、ダンスもね、ありがたいことに続けさせてもらってる中でね、で、さらにこの YouTuber 活動っていうものを、やっぱりね、今始めて、YouTube がね、やっぱりこの企画、ゲストトークだったらオファー。とスケジュールのアップですね。で、収録スペースの確保だったりとか、撮影機材の設置。で、設置したら、まあ、収録ですよね。で、ゲスト対応。収録終わったら編集作業。で、編集とかもね、動画見てくれてる方わかると思いますけど、たまにこう、ダンサーさんのアーティスト写真とかが、お話の中に名前が上がったら出たりするじゃないですか。ヨシーさんとか、アキヒコさんとか、コーダ組ダンサーズのシュンさん、ジャングルさんとか、ね、カオリアライブさん、今有名なね、振り付け師のカオリアライブさんとか出たりとかしたら、あれは勝手に使ってるんじゃないですよ。あれも全部お写真を上げさせてもらってるダンサーさんっていうのはちゃんと一人一人 DM を送って、私 YouTuber をやってるさやかと申しますけれども、ちょっとこのチャンネルでお名前が上がったので、その写真の素材をアーティスト写真使わせていただいてもよろしいでしょうかって言ってね、ああいう香りアライブさんとかに、ああいいよ使ってみたいな感じで素材許可を取って、著作権の許可を取ってこう出したりとかね、そういうこともやりながら、こうすごい時間かけて編集して、編集ができたら今度はその動画をゲストさんにチェックしていただいて、ゲストさんがこの状態だったら動画出していいよ、あ、ここもちょっと直してほしいなとか、このスペルこっちのスペルがいいなとかいうのを直しながらですね、 OK もらったら各 SNS、まあ、Instagram、Twitter、X、Facebook で LINE 公式アカウントもあるので、 LINE 公式アカウントとかで配信告知ですね、もう何時に動画が上がりました、見てくださいみたいな、もうこの全部工程を一人でこの2年間やってきました。超大変です。まあ、YouTube ねやったことある人は分かると思いますけども、あ、 YouTuber ってこんなに泥臭いんだみたいな、大変じゃんみたいなのを、まあ、2年間で78本かな出してきて、まあ、本数少なとかね思われるかもしれないんですけど、ゲームチャンネルもやったんで、去年は初めてゲームチャンネルのは48本ですね。まあ、ゲームチャンネルは、まあ、ダンサートークほどこう編集凝ってやってませんけど、本当にダンサートークに関してはしっかりテロップも入ってるし、一本一本外注せず編集作業も全部一人でやってきた2年間だったので、本当に育児家事の隙間にやって、で自分のダンススキルも落ちたくないからさ、こう練習時間も取りたいし、ダンスのねとかやりながら、本当限られた時間の中で作った78本っていう動画だったので、もう動画というかもう作品になりますよね。もうそうなってくると企画から編集まで全部やったあの作品たち、まあ、それがやっぱり収益化につながらなかったっていうのはやっぱりきついというか、心に来るものがありましたし、結果が出ないっていうのはもう本当辛くないといえば嘘なので、コメント書いてくれた方のやつが目に飛び込んできた時に、あ、優しい方がいるんだなというか、あとはもう人知れず、あの毎回ね高評価ボタンを押して帰っていってくれる方とかね、本当改めて嬉しいなと、ありがたいなと思っております。もう本当に視聴者さんありがとうございます。そんな優しい視聴者さんに支えられながらですね、ダンサートーク2月で3周年を迎えます。2月19日にですね、あのカジサクさんがきっかけで YouTube 始めましたっていう動画からもう3周年経ちました。3年間やっております。
まあ、それを記念しまして、3周年記念しまして、インスタライブを開催しようと思っております。日程はですね、2 days ありましてですね、2月の17日土曜日の夜の8時から8時半30分と、18日日曜日の朝の9時から9時半30分ですね。土曜日は夜の部、日曜日は朝の部みたいな感じなんですけども、私ね、日付忘れちゃう、どうしよう、みんな忙しいもんね、ちょっとそれでリマインドしといてなんていう人はですね、ダンサートーク LINE 公式アカウント、お友達追加の無料なのでしておいてもらえれば、当日とかに2歳部始まったよ、見に来てねなんてね、ペロンってこう私から LINE リマインド届きますので、今からか、あ、そうだ、今日って言ってたのが、やるって言ってたのは3周年のライブ配信っていうのを思い出していただいて、気軽にね入ってきてもらえればななんて思います。みんながお仕事してる人とかは土日開催がいいかなと思ってそうしたんですけれども、まあね、仕事や子供の習い事に付き合ってて無理だななんて人はね、ちょっと夜の方に来てもらったり、朝の方に来てもらったり、まあ夜はねちょっと晩ご飯作って片付けして洗濯して子供お風呂入れてね、で宿題チェックして持ち物チェックして、今乾燥してかゆい言うからボディークリーム塗ってあげてね、で歯磨き、あ歯磨きねって仕上げ磨きもしてあげて、で絵本読んでね、うちの子もなんかもう毎晩絵本読んでって言ってきますわ、あ、ちょっともう一冊でお願いしますみたいな、まあ、みたいな日もありますけども、絵本読んであげて寝かしつけしてとかやってたら、え、ちょっと夜は無理ゲーじゃないって感じじゃないですか、ママたち夜無理ゲーじゃないってなったら、ちょっと朝の部の方に行こうかなとかね、うまいことライフスタイルに合わせてちょっと来れる方来ていただいて、まあね、両方行けるよなんていう、こう優しいお方はぜひ両方ね、ながら聞きでも全然ねいいので、家事しながら洗い物しながら洗濯物畳みながらみたいな感じでながら劇でもいいんで来てくれるととっても嬉しいと思います。不甲斐なこと泣いたりもしてしまいましたよ。涙の数だけ強くなれるようですからね、泣いていきましょう、泣いていきましょう、強くなっていきましょう。今年もねちょっと執念深く YouTube も子育てもダンスもねしがみついてやっていきますので、応援してくれる方はぜひチャンネル登録とグッドボタン高評価押して、コメントもね、今回のコメント本当に書いてくれた方も泣きました、ほんまにコメントでありがたいなと思って、ハートマークね押しに行かせていただきますので、ぜひコメントも書いていただけると引き続き嬉しいなと思います。今年もねダンサーさんのね夢を応援しております。ダンス大好きママダンサーさやねでした。ほなぜひインスタライブお待ちしております。ほなのー。